はい、それではこちらのですね M18 のワークライトの簡単なスペックからご紹介していきます。電圧がですね 18V M18 のバッテリーが使えるのと、あと最大の明るさがですね2200ルーメンと非常に明るい仕様ともなっております。で、照射モードもこちらの前面を照らす、前方向を照らすモードとスポットを照らすモードの2モードに分かれているのと、それぞれ各モードのですね、照射のですね明るさがですね3段階に分かれているので、6パターンのですね明るさを切り替えていただけるような仕様になっています。で、重さなんですが、バッテリーをですね 5A のバッテリーをつけた状態で あれば約 2.5 キロと非常に軽量で持ち運んでいただける仕様となっております。はい、それではですね詳しいスペックを見ていきましょう。まずですね、電源ボタンがですねこちら本体のちょうど中腹の部分にあります、丸いところですね、こちらが電源ボタンってなってます。で、隣にあるのがモード切り替えボタンで、電源ボタンを押していただいた後にモードを切り替えていただくと、今度スポットのモードに切り替わりますので、このモードでエリアかスポットのモードを切り替えていただく、切り替えボタンになります。で、さらにですねこちらですね、ライトの明かりがついている絵なんですが、これがですね照度の切り替えボタンになっておりますので、押すごとにハイ、ミドル、ローと3段階に切り替えますので、それぞれのエリアとスポットモードで3段階ずつですので、6パターンのですね明るさを選んでいただけるような仕様となっております。で、ミルウォーキー独自のですねトゥルービューを採用している LED になってますので、非常に自然光に近いですね明るさで、均一性の配光性ですとか、集中して見やすい色のですねマーチングカラーであったりとか、非常に作業して疲れにくい明るさを採用しているのがこちらの LED シリーズとなっております。で、ワンハンドグリップがこのトップの部分にありますので、非常に持ち運びしやすいのと、後ろの部分ですね、後ろの部分には、収納式のですねステンレスワイヤーフックが内蔵されてますので、吊り下げての使用も可能となっていますので、非常にですね安定感のある使い方、置いてもよし、持ってもよし、で吊るしてもよしのですね3パターンで使っていただける、バランスの取れたワークライトの仕様となっております。はい、こちらのですねワークライトの連続点灯時間の目安なんですが、明るさのモードであったりとか使用するバッテリーによってですねそれぞれ照射時間の方が異なってきます。エリアモードの時ですね、エリアモード、っていうのは360度で照射するモードなんですけど、このモードの時には、それぞれ切り替えが適宜になっています。で、それ連続点灯時間としては 12 アンペアのバッテリーを使った時で、ハイモードであれば約 9.6 時間ほどですね、ローノのモードであればですねなんと38時間も連続点灯しますので、やっぱりバッテリーはですね大きい方がですねより連続点灯時間が長いということでおすすめできますし、あとですねこれモードが切り替えできますので、スポットモードですね、スポットモードのロッドモードになった時はですね、ちょっと照射時間が異なりまして、12アンペアのバッテリーであればローのモードで250ルーメンの明るさであれば57時間ほどのですね連続点灯時間ができますので、作業用ライトもそうですけど防災用にも適しているようなライトがこちらの製品になるかもしれないです。なのであくまでもこちらですね参考にしていただいて、それぞれバッテリーを選ぶ基準にしていただければと思います。はい、こちらの M18 のワークライトをご紹介させていただきましたが、どうでしたでしょうか。個人的にはですね一番お気に入りなのがこちらのワークライトになります。まずですねもう見た目、もうなんか作業灯とは思えないちょっと可愛らしいデザインしてるんですけど、まずその見た目もさることながら非常にバランスの取れた、ライトだと思っています。エリア360度で使える明るさとスポットを兼ね備えた、ライトでありながら、明るさもですね最大で2200ルーメンまでとエリアライトで使っていただけるので、この360照らせる中で2200ルーメンの明るさを出せるというのはそうそうなかなか見つけられないと思いますし、まずですねミルウォーキーの LED ライトでどれ買おうかなって迷ったらおすすめの1台となっているのがこちらのワークライトとなっております。もちろんですね他にライト持ってるよっていう方でも照明はですねいくらあっても困らないと思いますので、買い足しにも非常に重宝するモデルだと思いますので、迷ったらぜひというところでおすすめしたいのがこちらの置いてもよし、持ってもよし、吊るしてもよしのバランスの取れたワークライトとなっています。
これはですね本当にお勧めしますので、ぜひですね他のライトと見比べていただいてご検討いただければと思います。それではまたお会いしましょう。